ピーマンっていうのは野菜なんで、まあ食べれたら偉いっす。唐揚げとかにするようなやつしかなかった。肉食ったって感じしないな。ピーマン食ったって感じだ。命の危機を感じながら食べる鶏の生レバーが最高にうまい。あれ、モカちゃん。ルカちゃんとココちゃんここにいた。何してんの、あんたら。飯食うか。部屋臭くなるよ。この部屋臭くなるよ。猫が肉臭くなっちゃうので、猫ちゃんが追い出しました。これでも今日のタンパク質は190です。油が飛ぶので、赤い肉を塩コショウで焼くことにより空気も汚れない。この部屋の久しぶりに配信で飯を食う気がします。肉焼きます。肉カメラウェブカメラでいいか、近い方でアングルでいただきます。お腹空いてしまったよ。ピーマン。ピーマンっていうのは野菜なんで、まあ食べれたら偉いです。そして塩コショウです。もうこれはストイックですね。ストイック飯ですね。これはもう塩コショウオンリーです。やっぱ糖質が多いですから、糖類入ってますから、甘いタレっていうのは。それを避けての塩コショウオンリー。そして脂質をね、ゼロとは言いませんが、できるだけ抑えたこの真っ赤な肉、赤い肉です。この辺のスーパーで売ってるようなね。いいね。部屋でやる焼肉がうめえ。たとえ安物の肉でもうめえ。部屋でやる焼肉は。いただき。いただきんか。しょっぺ。肉が先になくなる。もう肉が全然ない。ピーマンが主役になってしまう。いやでも俺の体重を維持するにはもうこんだけじゃ多分足りないね。もう減量用なんで。肉なくなりました。もう肉ないです。全然足りません。お腹すきました。どうしよう。それか鶏肉だったらなんか冷蔵庫にあったの。手羽元って火通るのかな。唐揚げとかにするようなやつしかなかった。帝国名やってくれる。ピーマン火通らないんだけど。こんなもん？ピーマンだけ食ってるみたいになっちゃったよ。うまい。ピーマンだ。少し火が通って香ばしくなって美味しい。甘い。火が通ると甘くなる、ピーマンは。苦味が苦手な人も食えるよね。生ピーマン苦手だけど俺。果物だ、これ。まあ、焼肉ってよりもう焼きピーマンだな、これは。でもなんか悲しいな。肉食ったって感じしないな。ピーマン食ったって感じだ。鶏もも肉があるらしい。鶏もも肉食べよう。よし、調達してきます。鶏です。タンパク質の塊です。鶏はね、俺よく焼くね。当たったことあるから。鶏に当たったこと数知れず。まあでも鶏の生レバーが一番うまい。生肉は
命の危機を感じながら食べる鶏の生レバーが最高にうまい。なんか普通にあれ多分ダメだよ。なんか名古屋にねあるんですよね、鶏の完全に生のレバー出してくれる店。普通に公式ページとかにも、あ、でも今はないのかな、昔はあった。さすがに今はもう無理かな、怒られるもんね今そんなの出してたら。普通にホームページとかにも堂々と書いてあったしね、鶏刺しの店って。もう当たったらどうしようとか何も考えずにめちゃくちゃ食ってた。クソうまいですよ鶏の生レバー。当たったら多分大変なことになるけど、もう速攻カンピロよ、キャンピロ。昔行ったまだオーバーウォッチをやってた時みんなで行った。カンピロってね何してもいるんですよね。解体の時にちょっとでも見てたら絶対ついちゃうから、どんなに新鮮とか関係ない、絶対持ってるもんだから新鮮さとか関係ない。だからうめえんだよな鶏肉は。感謝して食べてる鶏さんに、俺は感謝をしながら食べてる。いただきます。牛さんありがとう、鶏さんありがとうと言いながら俺は食べている。食と、それに全てに携わる人々に感謝、その気持ちがあって初めて肉を食べていいのかなと思います。感謝します。サイギアとかがなんかで絶対鶏肉頼むんだよな、焼肉屋行くと。焼肉屋行ったらあんまり鶏肉頼まないんだけど、人が頼んだものを食うとうまいなって思う。焼けてますかこれ。鶏肉ってわかんないんだよな。まあ今回なら俺はいつもなら行っちゃうかな正直。ただこの鉄板の火加減がわかんないからな。まあ俺だったら行ってもいいという判断は、俺の感覚ではもうゴーサインが出てる。行こう。正直表面焼けばいいと思ってるわ、ある程度は。お、うま鶏肉。鶏肉の方がうめえな。生肉食うのはネタじゃない。ネタで生肉食うやついない。生肉がうまいから、生肉がうまいから生肉うまい。まずかったらユッケなんてもんはない。でも、牛はマジで表面焼いたらいけますよ。いきなりステーキとか行ってみ。真っ赤だからね。マジで真っ赤で出てくるからね。もう中ほぼペアで出てくるよ。鶏と豚は無理だな。しっかり焼かないと大変なことになっちゃう。とても美味しゅうございました。